戦いの歴史か。そうだ、ドイツドイツ戦いで思い出したんだけどさ、この前こう街を歩いてたらこれくらいのダンゴムシがいてさ、あ、大きいダンゴムシだと思ってツンってやったらキュッて丸くなるので、あ、すごいすぐ丸くなったと思って、でもっとツンツンツンってやると全然動かないわけ。あ、どうしたらこうやって広がっていくのかな。でもこうやって防衛本能ってすごいな。ダンゴムシってすごくない？イタリア君、全然戦いに関係ないです。でもさ、戦いに関係ない話でもこれだけ盛り上がったんだ。だからさ、ドイツ、今からどうでもいい議題で世界会議しようよ。世界会議、うん、いわゆる後半戦に向けての箸休めというやつですね。これより始まる世界会議、その仕切りが俺ドイツのこれからの行く末を左右する。この会議でなんだましいよ、俺の確固たる威厳を見せてやる。俺がトップに座る、椅子決めてやる。これより世界会議、その思いは世界の世界会議を始めるぞ。ちょっと待って、よし、乗ってないだろ。なんか聞こえるな。おい、乗ってないだろ。なんかな、うるさいけど。前なんか変な声がする。どこだ。下下げて、誰もいないぞ。見下げてごらん。見上げて、え、やったね。アメリカ、おい、綺麗なペンライトがいっぱいだな。そうだな。すごい綺麗なんだ。俺もそこに座らせろ。なんでなってないやら。なぜってなんだ。なぜって、なんで君はそこにいるんだい。前がリフト上げたからだろ。そんなの知らん。下げろ。やだやだ絶対にやだ。楽しそうじゃない。下げろ。じゃあそこで何か面白いことをやってみろ。ああ、いいね、いいね。みんなも聞きたいやろ。やだ、ちゃんと聞こうと。ああ、大変じゃない。そう、予定外だ。そうさ、頑張れ隊長。みんな味方だ。頑張れ。割れるわけない。リフトを上げてください。下ろせ。分かった、下ろせ。リフトを下げてください。まったく、今日だけだぞ。いや、もうドイツさん、ひどかったですね。ドイツ、今のはどういうこと。ありがとう。割れるわけない。なんでそれで、それでよく煽れた。あるね、メンタル強いな。すごいやな。ドイツハウス、早く世界会議しよう。世界会議でもするぞ。そうだ、アメリカ、よし。世界会議の前にみんなに言っておかなきゃいけないことがあるんだ。じゃあイタリア頼んだぞ。今から10分間程度の箸休めの時間が始まります。お手洗いに行きたい方は今のうちに行ってください。今しかないやら。あの、10分間経ってるのもしんどいんで座ってください。あ、一回座ろう。座りください。立っているようなものではありがたあるな。優しいな、優しいな、イタリアは。この10分でお金取っちゃいけないよねっていう。10ポイント、やった。早い、もう始まってるの。なんとよし、どういうこと。じゃあ世界会議を始める。じゃあロシア、中国、あ、フリップを彼らに。ああ、仕方ないやろ。配らな、これ回すわら。回して、はい、よいしょ、はい、これ。これから何をするかと言いますと、これは落とすといけないあるから。私が世界のことについてだ。世界、そうさ、世界に関することだ。これは重要な会議だ。ありがとう、中国。よし、それじゃあ今日の議題はこちら。アルマダ海戦、すごい戦いだった。でもなんかもっと可愛いのにしたいよね。可愛いのにしたいんだ。なるほどね。そうさ、あんな悲劇をもう二度と繰り返せないように。はい。じゃあロシア、こんな海戦はやだ。一発ギャグ海戦。あ、
みんなが優しいおかげある。3ポイント。3ポイントだけ？すごい微妙な点数。他の国はいないか？はい。お、じゃあフランス。はい。こんな海鮮は嫌だ。キノコタケノコ海鮮。美味しそうだ。どっちも溶けちゃう。はい、やるよね。美味しそうだ。こちらも溶けちゃう。3ポイント。いや、少ない。はい。じゃあイタリア。はい。あれだけいろんな人に被害を与えたあの海鮮がみんなに便利になって帰ってきました。臨海鮮。ありがとう。ありがたいやな。うまいね。1000ポイント。やった。勝ったんじゃない。やった。アメリカ1050ポイントあるね今。アメリカ君、日本君があるって。じゃあ日本入ってきた、はい、少し思考を変えてみます。参ります。日本によるフランスお兄さんのモノマネ海鮮。ちょっとやってみてくれんか。自分で振ってるの。まさか。これは別に自分で振るっていうやつだった。すごいね。はい、お兄さんだよ。はい、みんなやっほー、元気ワンダー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 。それはあれ日本語になってるよ。あれ、うん、どうしたの。恐縮なのですが、あ、今私全裸です。美しくない。ありがとう、ありがとう。まあまあなハイクオリティやなよ。日本、日本の2000円。2000円。徴収するあるか。お金だと OK だね。バカだ。いいな。すごいやろね。お金誰かいないか。じゃあ俺から行く。おお、こんな、丸々海鮮は嫌だ。美味しい海鮮。王道はな。3ポイント。いや、3ポイントはダメだよ。割と自分には厳しいじゃん。フェア。だいぶダメだった。だいぶダメだった。ヒーローは。早めに点数をつけないんだ。やる前からもう負け戦でしたね。レフェリーだな。よし、じゃあこんなもんでいいかな。よし、じゃあ次のお題はこちら。テセセセセに変わるプロイセンの新しい笑い方を考えよう。早い、はい、あ、オーストリア君早い、はい、あ、じゃあオーストリア。ケセ先生に代わるプロイセン、プロイセンの新しい笑い方を考える。ピヨヨヨヨヨ。はい、肩についてるやつ。ちょっとやってほしいな。やってほしいですね。ちょっとやってごらんよ。全部プロイセンと忘れてる。お願いいたします。ピヨヨヨヨヨ。すごく発音しづらいですか。ピヨヨヨヨヨ。書いてる、書いてる、自ら書いてる。今どういう、かわいいな。今どういう気持ちだ。複雑な乱れてる、乱れてる。はい、ちゃんとしよう。はい、あれ今書いてる。ドイツ、よし、行こう。あ、プロイセンの新しい笑い方を考えよう。ちょっと濁点ゲゼゼゼゼゼ。ジャークに立つくらマイナス誇張。はい、はい、はい、あ、じゃあロシア。ケセセセに代わるプロイセン君の新しい笑い方、はい、パーピプーペポー。もう無、完全なる無。なんでよ、点数つけてよ。無に帰りなさい。いや、じゃあ中国。はい、ケセセセセに代わるプロイセンの新しい笑い方、グレッブレッブルウッブレッブレ。なんか、なんだろうな、戻してる。3500ペソ。おめでとう。ありがたいやな。フランスのものはもらっとくから。あの、だんだんこうキーが上がってくパターンあるじゃないですか。それやっぱちゃんとやってるって、こういう方向でさあ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 65万アンペア。アンペア。電力。イギリス。はい。これはやっぱ思考を変えていこうかなと思います。お。笑わない。優勝。お兄ちゃんに甘い。お兄ちゃんに甘い。甘い。じゃあ俺もやっていいかな。はい。ケセセセに代わるプロイセンの新しい笑い方を考えよう。ケセセセ。ここまでか。いやいやいや、やばいやばいやばい。終わるよ。
あと難しいだろ、多分助かるし、あとそっちの裏が美味しい海鮮になったら美味しい海鮮先生ちょいちょい挟んでくる、合わせて20万ボルト分かったよ、ジャイアンよーし、じゃあ次のお題いってみよう。次のお題はこちら、パスタという文字を使って相手を震え上がらせてください。これは難しいですね、パスタを使って、これは接触はありか、ありです、イギリスの言うことは何でもありですいえ甘すぎるよ、大丈夫です、基本的に大丈夫です。パスタを使って、はい、はい、あ、じゃあ中国、はい、これのことはあんま気にしないでくれある。あ、お前が山に登る時の靴紐をパスタにしてやろうか。すぐちぎれちゃう。はい。そして今ちょっと惜しい。惜しい。あ、近い。はい、オーストリア。山に登る時の命綱がパスタ。あ、もう死んだな。すぐ、はい、すぐどうにかなる。以上ある。はい。じゃあ日本。はい。もう僕は本当にこれが嫌です。ロシアパスタ。嫌だ。ちょっとどういうこと？嫌だ、はいはい。どういうこと？じゃあ、はい、ドイツ、よし、冷蔵庫にパスタ冷たいって書いてある。これはヤバいな。さすがにヤバかった。じゃあお兄ちゃん、プロジェクト。これが正解だっていう回答を見せてやろう。ああ前に出ましたね。お前の家のおかん昨日パスタしてたで。はいはいはい、やばいよ、イボ兄弟、やばいよ、やばいよ、イボパスタが一番怖いです、ね、じゃあイタリア、ちょっとみんなと思考を変えてみました、はい、これが、現場に残されてたダイイングメッセージです。いやいやいや、パスタ、いやいや、パスタで殺されるのやだな。あ、他にはいないか、はい、よし、じゃあ俺がやろう、いろんな意味で怖いやろ、イギリス君がいるよ、あ、大丈夫、あ、大丈夫、はい、でもこのグローブがなかなか、あ、なかなか、あ、手伝わる仕方ないやらな、あ、できたっぽい、できたるか、できたな、みんな注目、よし、行くぞ、来るな、来るな、このパスタがどうなってもいいのか。多分なんか始まり、分かんないけど茹でられるよ。人質になるよ。多分茹でられるんじゃないですか。サラーッと。オラオラってなってるあれ。よし、もう皆の者、皆の者、下僕みたいにしないでよ。違うよ。急に日本みたいになった。急に者の。今ちょっとお兄ちゃんが俺に対してちょっとすごい脅迫文。鼻の穴にパスタ詰め込んで変身。どうやろ、怖い、怖い、怖い、どうやろ、震える、震える、震えた、震えた、震えた、優勝じゃん、優勝はお兄ちゃん、嘘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 、もう仕方ないやな、もう逆に最下位を決めようと思う。最下位は俺の独断と偏見で決めるぞ。最下位はブルルパンッカーンパッ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 ドゥ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 え、おかしいことはない、おかしいぞ、今のは文句言えないやろ、それはおかしいぞ、もっとひどいやついたぞ、いない、一番最初から一番ひどかったいたぞ、いやいや、君のせいだ、でも、まあ、俺のせいじゃないだろ、君が事故を巻き起こしたんだ、俺のせいじゃないだろ、あー、ちょっと、なんだかんだ合わせてアウトだろ、俺が一番こうやられるの嫌いって知ってるよね、いらん、どうして表出ろ表、決着だ、決着だ、それはダメだよ、第20位以下だよ、あんた何で、何が痛い、日本止めろ、みんな言ってくれ、ちょっと静かに、ダメだよ、お兄さんが、お兄さんが、お兄さんがめっちゃいいこと言うから、あ、日本、お兄ちゃんがめっちゃいいこと言う、お兄ちゃんとめっちゃいいこと、お兄さんがいいこと言うから聞いてたよ、はい、キリンの寝方ってこんなだよ、何を言ってるんだ、言った首打った、どういうことだ、何を受けてるあるか、日本が受けてるある、分かった、分かった、これからオーストリアがすごいいいことを言うぞ、ちょっと待ってください、それは台本にはありません、ああ、フリーダムもあるからな、
今日は晴れてよかったですね。普通にいいことあるよ。何よ、これはいいよ。確かにやばいな。地上から地上から分かったから分かった分かった。でもいいこと分かった。何、ここは優勝したイギリスに締めてもらおう。ああ、お前ら愛してるぞ。そういうことだよ。一番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 なんか違った。やめよ、やめよ、ほらやめようよ。せっかくのお祭りなんだから喧嘩しないで、はい、みんなで仲良くお祭りを盛り上げていこうよ、ね、ね、うん、よしよし、じゃあ後半戦いくよ。戦いの歴史か。そうだね、ドイツ、戦いで思い出したんだけどさ、この前あのこんな感じで電車に乗ってたらさ、あのすっごい混んできて、すっごい乗ってきてさ、あーキーってなって、あーってなって、で、あ、でも、あ、そうだ、なんか連絡聞かなきゃと思って、あの聞かなきゃじゃない、今あのしなきゃと思ってさ、あのカバンからこう携帯を取り出したんだけど、ポトって落としちゃった、あ、満員電車だから届かないなんてよくあるよね。長い時間を使って全然戦いに関係ないのですが。でもさ、これだけ全然戦いに関係ない話でもこれだけ盛り上がったんだ。だからさ、ノイツ、今から全然戦いに関係ない議題で世界会議しようよ。世界会議、いわゆる後半戦に向けての箸休めということですね。うん、これより始まる世界会議、その仕切りが俺ドイツのこれからの行く末を左右する。この会議でゲルマン魂を、俺の確固たる威厳を見せてやる。俺がトップに座る、椅子決めてやる。これより始まる世界会議、その思いは世界のこれからの歴史へ向かって、世界会議を始めるぞ。おアメリカ、アメリカ、おい誰だ、俺の名前呼ぶな。下だ下、俺だ、ドイツだ。おいちょっとちょっと上がって、あれ、ま、お兄さんすごい現状聞こえるんだけど。違う違う違う、ここにいるだろ、下見ろ下。ドイツ、あんまりなんでそんなとこにいるんだい。なんでリフト上がってるんだ。君が乗り遅れてからじゃないのかい。俺を乗せてから上げるだろ普通は。君が乗るんだよ、人のせいにするな。おいとりあえず下ろせ、乗せろ俺も。どうするクロイセン。おいお前、お前のも言ってやれ。まだそこにいろ。おい、だそうだ。どういうことだ。おい、まだそこにいろ、だそうだ。そこ兄弟愛とか見せるとこじゃないのか。そこどうする、オーストリア。下ろせ。そこで世界会議したらどうですか。一人でか。世界じゃないだろ。一人世界会議。あっちも空いたらあれ。早く下ろせ。あっちも空いたらあれよ。あっちも空いたらあれよ。地球ですね。あ、ここ真っ暗あるけど。ほら、すっごい待ってる。あっち空いてるあれよ、ほら気を使ってちょっと明るくなったよ。行ってくる、一回行ってくる、一回行ってきて、はい、走って、一回走って、はい、そこで腕立て10回やら。いやお前ら早くするあれ、はい、1、ほら、はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。何やってる、早く帰ってくる。あれ、お前たち本当ね、時間の無駄なんだけど。お前たち、あ、そんなばかりいるんじゃない。下ろせ早く。じゃあスタッフさん、下ろせ、下ろしてもらってもいいですか。お願いします。すみませんが、らじゃあイタリア、あれお願い。そうだ、俺みんなに伝えなきゃいけないことがあるんだ。だからちょっと聞いてほしいんだけど、ね、今から10分間ぐらい箸休めです。なので座って聞いてください。で、
本当この時間でトイレ行ったりとかしてください。本当に内容もなんもないトークコーナーです。はい、以上です。そうさ、さあ今日の世界会議何をするかというと、わからな、みんな、すごいやろあれ、すごい、今アメリカ話してる、おーい、え、映ってる、映ってる、映ってる、あれどっ、何の時間、映ってる、始めろ、早く始めろ、何やるか、乗り遅れたくせに仕切って、急に今日の世界会議はだな、まあこれまでの思い出を語ろうかなと思っているんだ。おお、いいじゃないか、悪くないやろな。なんでそんな濡れた目で俺を見るんだい。いや、ちょっと濡れた目ってなんだよ。アメリカさんにしては珍しい、まともだなという、うん、言い出しっぺがちゃんと趣旨を説明してくれないと俺たちも困るんだ。そんなガチなダメ出しされてもこっちが困る。俺は仕方ないやろ。たまには何を喋るの、何を。アメリカのメンタルは少々弱めにできている。そうなんだ。思い出話ってのは、兄弟助け合いでいきましょう。 MC アメリカ、思い出話ってのは、思い出話ってのはこれまで3部作やったな。やったね、うん、やったね、うん、そうですね。その思い出をちょっとな、ここで語ろうかと思ってね。ああ、気を悪いな。古い話はお兄さんたち得意だからね。そうだね。何かはないかい。どこから行く、何について。じゃあ1作目から行く。1作目から行こうか。あ、なんかお兄さんね、ちょっと待ってて。え、何、なんだ。お兄さんこれ出したかったんだよ、これ。何、楽しみじゃないか、これ。これ何かわかる、みんな。ちゃんとカメラに映す、偉いやろな。あ、すごい、さすが、できてるあれ。フランスお兄さんできたらな。お兄さんついてくる、ついてくる、違う違う、ついてくるあれ。お兄さん、あの、お兄さん、何何、違う、フランス兄ちゃん、あの、人が動くから。あ、そうなんだ。大人がいっぱい動いちゃうから、うん、お兄さんが勝手に映ってる。これはほら、あれでしょ。そうそう、神聖ローマが描いた絵。そう、あの、昔よく俺が絵を描いてた時に絵を教えてほしいって言って、神聖ローマが描いた下手くそな絵だ。にしても下手あるな。これどうなった、うん、だから首がもうへし折れてる。こういうこと。振り返った先ってことだ。ああ、そういうことあるか。首がへし折れてるんじゃないあるか。ぼちぼち殺されるやつ。あともう一歩あるな。助けてくださいって。あいってやつ。ここ後ろから来て、あいってやつ。あれ、芋兄弟がこれ見てないんじゃないの。いや、気のせいだから俺これ初見なんだよな。意外とね、意外と初見なんだ。またどっか行ったあるよ。気のせい。なんか持ってくるあるな。かわいいよ、なんか思い出のものを持ってくる。すごい。ただね、ただみんなにこれ見せたかっただけ、お兄さん。あ、今回懐かしい曲も結構入ってるあるよな。それだけだから。あ、絶対話してもらえない。何言ってんだ、どこ行ってたの。どうしたイタリア。いや、あの、俺もさ、ちょっとこれやりたいなっていう小道具があったんだけど、見つかったらない。自由だよ。スタンバイしてほしい。勝手に探しに行ってくる。あら、箸休めあるからいいやろよ。じゃあ、うん、その間につなぎましょうか。はい、そうそう、私は3作通して感想があります。お、ロシアさんのギャグがひどくなっています。あ、どうでしょうか。う、ね、交代していってる、ね、味を占めてる感じがある。ある、みんなが優しいせいで、それはみんなのせいもあるあるからね。決して味を占めてないんだよ。甘やかすからある。ちなみに一番の自信作ってどれだ。気になるね。知りたいです。自信作、これだけは外さない。じゃあロシア、この中心に立って。あそこまで行く。いや、やっぱ地球を中心だな。いやいや、あそこまで行く必要ないでしょ。いや、今までそうだっただろ。ロシアさん、行ってください。ダッシュ、ダッシュ、急いで、ダッシュ。あ、日本確かあっちにあったあるな。あったよ。いや、では行きます。あ、テク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 、今何時、ヒージロシア、アウト。もはやもう顔でもいいやら。参ります。リター。日本に憲法を教えといてよかったら。違う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 。やってくればいい。やだよ。一緒に、一緒に、なんでお兄さんも、なんで、なんでなの、なんでお兄さんも。
こういう、なんで巻き込まれるの、一緒に行くと大変なことになるよ。え、どっちからやる。いや、一緒にやる。一緒にやるってどうすんの。あ、なんかよくわかんないけど、じゃあちょっと一回ギャグ言うね。ギャグお兄さん言う。ギャグ言うの。あ、いや違うな。え、ちょっと待って、あれさ、あれ今俺たち国じゃん、いろんな何千年も生きてるけどさ、今一番怖くない。本当に表舞台に立ってるのも今ちょっと後悔してる。ちなみにガチで打ち合わせ出してあるから、ね、怖いよ。いや、日本スタンバイ早くない？早いよね。早いよ。まだどうなるか分かんないじゃん。あの有名なクラウチングスタートってやつある。正座に戻りました。じゃあほら、無の時間が続いてるな。お兄さん今気絶しそうだよ。危うく気絶しそうだよ。ハリメッセでこんなことがあった。ありえるしな。すごいな。お兄さんちが一番自信あるやつでいいんだよね。はい、あ、もちろん。あれやろっか。あれ、あの贈り物のやつやろっか。贈り物やろっか。いいよ。そうだね、あの箸休めだから。そう何でもいいやら。今後どういう展開になってもとりあえず今のは箸休めだ。そう。うん、この時間はチケット代に入ってないやろ。急に始めるよ。はい、イタリア、イタリア、はい。あ、フランス兄ちゃん。あ、フランス兄ちゃん、あのね、実はドイツと日本にちょっと贈り物がしたいんだけど、何を贈ればいいと思う？そうだね、贈り物っていうのは気持ちが大切だからね。気持ちか、じゃあ、よいしょ、これは、何それ。セミの抜け殻。いらないよ。いらないよ。5000人いてもセミの抜け殻もらって嬉しい人誰もいないよ。みんな一列に並んでもらって、はい、ありがとうございます。いやどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。何の会だよ。何の会なの。何ありがとうございます。いやよし、日本行け。いや怖いよ。やだ最後に。いや早いよ。積極的な。入ります。ダイエー。そうだね。イタリア気をつけて。怖い。一言だけ。重たい。中国には憲法があるある。日本には忍法があるな。普段こっち側の立ち位置にいないからなお怖い。参ります。痛い。いい振りやな。痛いよ。ちゃんと痛い。あれ、マシが痛いよ。ああ、これありがとう、イギリス。あ、懐かしいやるな。お願いすればいいやろよ、多分。あ、なるほど。日本君ね、おいしいやな。イギリスさん、助けてください。さあ、日本行こう。行ってこい。ちょっと待ってください。あ、短めにな。楽しやるな。これ覚えてる？ちょっと早くしてほしいやな。じゃあ見たら分かるよね。加えるんですよ。加えて。マイクを外せばいいんですよ。マイクギュッてしといて。うん。はい、わあ、すごい美味しそう。チーズがいっぱい伸びてる。じゃあ3、2、1で話すからね。みんなでいいから。いくよ。3、2、1。あ、マイクでポンっていったよ。ああ、これはあれあるな、日本の伝統芸あるな。ありがとう、気が済みました。はい。ああ、楽しかった。おー、しかもね、世界会議終了だ。いや、どうだったイギリス。すっごく楽しかった。それはよかった。なんか重たいね。重たいよ。しかしだな、どうしたアメリカ。会議に参加しないやつが一人だったよな。ドイツ、君だ。いや、参加してただろ。君な、横で、あ、態度が悪いやろな、それは。なんだよこれ。笑い方もお上品やろ。楽しく参加するのもいいじゃないか。ダメだ、話に参加しないとダメだ。お前もなんだかんだ立ってただけじゃないか。手はダメだよ。今胸触ったよ。なんだ。違う。逮捕だ。
言語判断違う違う違う理由があるよ。あ、ちょっと違う違う違う前がいない。いやいや違う違う違う前がいない違う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 違お兄さんがちゃんといいこと言うから。あの地球のちょっと先にすっごい可愛い子いた。何の話してるのか。前何を仲良くしたのか。分かった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 。みんなプロイセン、何かこの締めるいい言葉を言ってくれ。おいみんな、実は聞いてくれ。舞台袖でオーストリアの野郎がお腹痛いって言ってるから後で腹パンしてやろうと思ってた。ヘイ、何を言ってるか。お前何か。お前何か。お前何か。やめようよ。やめようよ。やめようよ。やめよう。もうやめようよ。っていうか、プロイセンは傷つきやすい性格です。もうやめようよ。これ以上みんなのっていうか主にプロイセンの傷を深めるのはやめようよ。そうだね、やめよう。お祭りだよ。喧嘩しないで。そうだな。みんなで仲良く盛り上げていこうよね。はい。あ、うん。よーし、後半戦いくよ。戦いの歴史か。そうだドイツ、戦いの歴史で思い出したんだけどさ、あの大阪来た時にすっごい思ったことがあって、なんか夜中でもすっごい眩しい、あのよくわかんないスーパーのあのバーって光ってるやつあるじゃん。であれって大体さ、あのバーって光ってるやつってさ、スーパーの敷地外のさ、なんか住宅地のとこにポツンって立ったってリストルじゃん。あれ電気代どうなってるんだろうね。イタリア君、それは戦いに全く関係ありませんね。でもさ、これだけ戦いに関係ない話でもこれだけ盛り上がるんだよ。だからさ、ドイツ、今から戦いに全然関係ない議題で世界会議しようよ。世界会議、いわゆる後半戦に向けての箸休めというやつですね。うん、そういうこと。これより始まる世界会議、その仕切りが俺ドイツのこれからの行く末を左右する。この会議でゲルマン魂を、俺の確固たる威厳を見せてやる。俺がトップに座る、椅子決めてやる。始まる世界会議、その思いは世界のこれからの歴史へ向かっている。どうしたの？何をしてる。あら、ドイツさん、かっこよく決めたんだから。何をするんだ、ドイツ。椅子が、椅子があるんだから椅子に座ろう。あら、そうだぞ、病気が悪いぞ。アメリカ、じゃあ始めちゃって。あ、そうだな、今日は世界会議、みんな分かってるよな。うん、なぜ君たちを呼び出したかというと、本日は国々で殺し合いをしてもらいます。殺し合い、うん、名付けて笑ったらダメよバトルロワイヤル。あ、なんで。その前にイタリア。そうだ、みんなにお願いがあります。今から10分間ほど何の意味もない箸休めのコーナーが始まります。トイレに行ったりとか他の用事を済ませたい方はこの10分間で済ませてください。お願いします。 あと疲れるんで座ってください。はい、以上です。ああ、いい返事。あら、ありがとう。いや、行儀がいいな。さあ、ここからが殺し合いだよね。そうだ、穏やかじゃないな。噂のね、ここから殺し合い、ね、殺し合いで、さらっと始まるの。そうだ、まずは1回戦。1回戦はね、スペイン、イエーイ、プロイセン。あ、いいな、いいな、ずいぶん、いいな、珍しい組み合わせ。殺し合いと言っても、あの一発ギャグ対決であります。うせやろ、マジか。そして、先行後攻を決めて
先攻が先に攻撃、笑ったら負けというルールです。はい、はい、防御側は動いてはなりません。あ、攻める側はお触りなしです。はい、どうしてもお尻を触りたくなってもダメです。はい、それはお前だけやろ。あ、ジャッジはアメリカあるか。これ誰がジャッジはアメリカにお願いします。うん、これは世紀の一戦ですよ。ボディチェックだから大丈夫。武器とか持ってないと思うけどな、うん、いやあるからね、気をつけないと。先攻後攻は何で決める？じゃんけんでいい？いきます。最初はグー、ファンセンシー。先攻ファンセンシー。先攻プロイセン。先攻プロイセン。怖いな。おどおどするな。頑張ってください。レディーファイト。よし、何も出ないけど、こう、これをこう見たらこういう形を作って、こうやってこの丸からあのこう卵を出せ。耐えたか、耐えたか、耐えたか、耐えてるか、スペインさんは耐えてるのか。セーフセーフ。おー、すごいやな、いい防御力あるな。ただね、お兄さんずっと気になってる。ずっとお兄さんのこと見てた。なんで助けてほしかったな。大丈夫でしょうか。きっと助けてほしかった。さあ、高校スペイン。いや、マジか。高校スペイン、 Are you ready? 頑張るわ。頑張れ、兄ちゃん。ラリー、ワイ。丸三角四角、丸三角四角、丸三角はしゃぐ。おおおおお、はしゃぐ。聞いてるぞ。どうなんだ。はしゃぐ。あれ。おお、ダメだ。ダメだ。ウィナースペイン。ウィナースペイン。汗がすごい。さすがだね。おめでとう、兄ちゃん。オフェンシブだったな。キツ、強かったぞ。強かった、強かったぞ。そうか。いや、眼力が、眼力が、眼力、いや、眼力というパワーが、眼力じゃないの。眼力ね。個人的にはギャグに行くまでのプロイセンのランタイムが長いっていう。この感じが。丸を書いて。あれやばいっすね。やばいですね。オッケー、ネクストステージ行ってみよう。はい。ロシア VS 中国。うわあ。この対戦結構おもろいじゃん。いやー、これもなかなか見たことがない対戦でありますけれども、ロシアさんは最近自信をつけていますから、ね、中国さん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 、あれ気絶してるかな、これ中国さん。あ、帰ってきて。やりたくないよな。いや、きっと気を練っていたはず。それでは先攻後攻じゃんけん。最初はグー、じゃんけん、はい、ウィナー。どちらですか？それもきついよな。高校あら、高校守れるのか中国、そして一撃で決めれるかロシア。また先攻ロシア、どうしよう。 Are you ready? No. Yes. 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 Ready? Fight. プップ。2度あることはプ、3度あるプ、あ、4度あったね。セーフ。まだある、まだ早いよ。どうだいな。まだある、まだある。危なかった、今手が出そうだったから。なあ、手が出る、どういうこと。手出しても負けですからね。ああ、いや、これ高校中国、ああ、ロシアさんにとっては誤算でしたね。いやー、アイムレディー、レディー、ファイト。あ、私がカンフーを教えてやる。あるかっけ。めちゃくちゃおもろいって。え、なんで言ったか分かんなかった。かっけ、なにそれ。かっけっていうの。あ、そういうこと。イタリアにはスタオリ入ってた。あらー、あらー、全くなんて戦いなんだ。カードを間違えた。これはどう、これは厳しい。じゃあどんどんいきましょう。もう一回やるの。ロシア、レディーファイト。あー、よやったー。みんなロシア、ロシア、それは日本の技じゃないのかい。中国、日本くんからね、ちょっと盗んだ。一回カメラ向いてやってもらえない？ちょっとそちらちょっとダメダメ、顔が痛いから。いいの、いいの、大丈夫。一回みんなでさ、画面見よう。一回画面見よう。
このきっかけのね、あれ、あのカメラでいいよ、俺ら画面見てるから。うん、見てるから。いきます。あ、寄ってるなぁ。いやちょっと顔、手で隠れてる。手が被ってる。ありがとう。やったー。フィラロシア。イエーイ。ネクストラウンド。悔しいやな。次はアメリカ vs お兄さん。わあ。これは世界戦ですね。自由を教えたのは誰だと思っているんだよ。じゃあドイツくん、ドイツくん、ジャッジしようか。お兄さんの戦闘力は53万です。いやいや、分かった。それはあの某白いやつ、大志君、ジャッキー、ホイ、ハイクでしょ。ハードパンチャーの2人やな。方向、方向、先行フランス。下手目が誇る尺取り。短めに、短めに、短めに、任せて。お兄さん一撃もすごいから。おー、面白い。いい勝負だ。じゃあ思ったよりアメリカ、思ったよりシュールだったのか。いや、あれ耐えられないな。はい、なんで猫パンチをしてる。なんで今ベルト止めるのさ。あ、ベルト取ったの。ベルト取るの。これ祖母の形見のきしめ。これ祖母の形見のきしめなんですけど、どうも時が経って黒くくすんでしまったものです。よかったらどうぞお上がりください。その頑張れ頑張れ、いけるいける、頑張れ、ボイスオシ、いけ、セーフ、セーフ、いい戦いだな。やり口が痩せるバッター。ああ、やり口でいこう。なんでキシメンベルトにしてんの。痩せもつける、確かに。大丈夫。いや、はい、フランス。あ、お腹痛い。お兄さんのエレガントシリーズ。日本語がフランス語に聞こえるやつ。どうもこんにちは。こんにちは。何が食べるの。あれやばくない。あれ食べたい。あれ食べたい。おそばが食べたい。ボンボボン。いける、いけるよ。いけるよ。おそば食べたい。せめて、兄さんせめて。おいしいボボン。もうちょっと近寄って。もうちょっと近寄って。近寄って近寄って。セヌリバ。おいしいボン。大丈夫か。アメリカ君大丈夫かな。おいしいボン。おいしいボン。セーフ、セーフ、セーフ。強いな、強いな、重ねてきたあるな。決めてくれるか。強いけど、これはドローだ。なかなかハイレベルの戦いだ。ドローだよ、ここは。ドローか。ドローだよ、あと1分なんだよ。ないな。じゃあ10秒くれ、俺に10秒くれ。 OK、 分かった。10秒ですよ。レディーファイス、レディー、はい。殺せ。アウト、アウトだ。10秒くれって言ったわけや。アメリカ古いよ、それは。何も考えない。もうここで分かったよ。アメリカ、イエーイ。さあ、すごい、いい勝負だったね。いい勝負だったね。そんな予想裏切らないことある。いやしかしだ。あ、面白かった。しかしだ。まずはベルトをゆっくり直す。まずはベルトを入れる。しかしだ。しかしだ。どうされたんですか。ドイツよ、貴様は何をしていたんだ。ジャッジ人だ。ジャッジ以外何もしてないじゃないか。呼ばれなかった。人が頑張ってギャグを考えていたの。君は涼しい顔して。涼しい、いつもそう。そういう呼ばれなかっただろ今。そういうほら、もうベルトの掛け違いでもえらいことになってる。そういうとこだよ。俺のせいか。そうだ、君のせいだ。いや、おかしいだろ。あ、今肩触った。ドイツよくないよ。パワハラ、パワハラ。近い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 な。腹来てよ、ちょっと来てよ、ちょっと嫌い。あ、ちょちょちょ、ダメ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 。変化、変化、この人使うんです。俺は助けてください。俺だ。ちょっと待って、ちょっと待って。イギリスさんが折れました。お兄さんが
とってもいいこと言うから、ちょっと待ってて、はい、キリンってこういう寝方をするらしいよ。どうでもいいよ。ああ日本が好きなやつなんだ。なんだこれ。分かった分かった分かった。おいおい、みんな聞いてくれ。今からスペインがすっごくいいこと言うぞ。絶対来ると思ったわ。そやな。あな、トマトは出た、美肌効果にすごいええねんけど、ケチャップは入りすぎてるから体に悪いらしいで。あ、分からん。やめよって。せっかくのお祭りなんだから喧嘩しないで。すみません。そうだね。ごめんなさい。そんな本気で怒って。そんなに反省すると思わなかった。言う通りやる。びっくりしたよ今。仲良くやろうね。うん。そうだな。ね。何してるの。みんな。後半戦、行くよー！